さんこんにちは、ジュリアです。今日はですね、もうすぐクリスマスが来るじゃないですか。って言っても、あと、20日ぐらいはあるんですけど、多分ね、動画アップ日には。でも私にとってはもうね、クリスマスなんですよ。だから、今日は、浩平さんと一緒に、プレゼント交換したいねって話してて、今日はそれをね、買いに行こうと思っています。で、今からね、お店には一緒に行くんだけど、お互いに何を選ぶかは、ちょっと秘密にしておいて、で、その後、カフェに行って、そこでプレゼント交換して、実際に何をね、選んだのかっていうのをね、見ていこうかなって思っているんですけど、楽しみ。何を私は選ぶのでしょうか。浩平さんは私に何を選んでくれるのでしょうか。ということで、今私たちが向かっているのが、ポール・スミス丸の内店なんですよ。ポール・スミスって結構さ、デザインとか柄にひねりがあって可愛いよね。ね、私たちが今着てるのもそうなんですよ。もう早速着てるんだけど、めっちゃ可愛いんだよね。なんかこれとか裏地とかもすごい可愛かったと思うんだけど、なんかピンクになってんの可愛いよね。こういうとこすごい好きだから今日はちょっと楽しみにしてるんだけど、なんと今日はね、この撮影のために店内を貸し切りにしていただいてるんですよ。すごい。そうだからね、ゆっくり見れるしゆっくりお買い物ができるんだけど、結構いつもはさ、お買い物シーンとかは YouTube にあまり載せられないんですよ、ちゃんとはね。で、なんかお買い物した後にさ、これ買ってきましたみたいな感じで見せて終わりみたいな感じだから、実際に店舗で買い物してるところをなかなか見せられないから、今日はその部分も撮れるんじゃないかなと思って楽しみにしていますっていう感じで、はい、今からお店の方に向かっていきたいと思います。丸の内店です。1階がね、メンズになっていて、上に上がって2階が美メンズになっているみたいだから、先に私が1階を見て、浩平さんにプレゼントするアイテムをいろいろ見ていこうかなと思います。イエーイ、行きましょう。はい。行きます。入りました。早速すごく素敵なアイテムたちが並んでて目移りしちゃうんですけど、浩平さんがもう見てるからね。早速どうですか？いいんですよ最初はね、ここ小物ゾーンなんだけど、革小物かな、すごいたくさん並んでるの。種類豊富。もうね、気になるアイテムがあればどんどん見ていきましょう。早速入ったところから気になるよね。財布を見てみよう。グリーンなんだ。そう、先が可愛いね。可愛い、いいじゃん。今日着てるさ、お洋服とも色が合ってますよ。可愛い、先が可愛いね。すごいよく見たらさ、色合いが可愛いものがたくさん並んでるんだけど、私まで欲しくなっちゃう。この赤いのとかめっちゃ可愛いんですけどメンズだもんね。メンズ一応ね。でもレディースも全然使える。全然使える。しかも下の方にさ、アクセサリーとか並んでるよ。いいね、華奢でね、つけやすい。ピアスとかもある。これさ、迷うよね、ギフト選びに来た時に。すごい斬新だな。あれなんだろう、気になる。キャンドル置くやつ、すごい。こんなの好きやねんけど。浩平さん好きそう。めっちゃコインケースかな、それも。これも可愛い、見て。ほんまや、ミニやな。めっちゃ可愛い。あ、それ閉じたら黒いんだ、外側は。そう、最初はめっちゃシンプル。開けると、めっちゃいい。こういうの好き。キーケースも欲しいねんな。真剣に見てます。可愛い。ペンとか嬉しい。色合いめっちゃ可愛い。ペンケースもある。こういうのもさ、うちの緑とかが好きです。本当だ。よく見えた。向こうはイエローなんだ。なんか色使いが本当に可愛いよね。富士山ほんまや。めっちゃいいじゃん、富士山。富士山と気球がストライプになってるよ。お父さんにプレゼントしようかな。喜ぶよね。ちょっと考えよう。でもさ、こういうのも使いやすいよね、シンプルに。ちょっと俺コインケースマジで高してんねんけど、かっちょええ。これ革がかっちょええな。つるつるだね。つるなの。え、かわいい。中グリーンなの？中グリーン。ピンプルと思いきやね。え、かわいいしかっこいい。触らせ。つるつるピカピカ。コインケース必要だよね。そうなんですよね。めちゃくちゃ店内広いんですよね。かわいい。このさ、ストライプのさ、柄がめちゃくちゃかわいい。めっちゃポール・スミスって感じする。ここにさりげなく入ってるよ。あ、ほんとだ。これですね。そう。かわいい、このニット。あ、マフラーもあるじゃん。いいじゃん。私、今の時期、本当にマフラー必要だと思うんだよね。手袋も大切。渋い。色合いめちゃくちゃ渋い。すごいね、触り心地。カシミヤが。イエベアッキの小江さんカラーじゃん。イエベアッキの折れたら。カシミヤ気持ちいい。これはあったかいやつですね。すごい。バッグ、リュックたくさん並んでる。あ、革靴ね。このグリーンの革靴めちゃくちゃ私のタイプ。あ、そう。うん。レディースでもあるかな。あるかな。見て、ディフェンサー？フレグランス？めっちゃ可愛い色。ブルー可愛い。かっこええやん。スミスって書いてあるし、おしゃれやねんけどギフトに良くない？うちに欲しいねんけど。わかる。選ぶとしたらどのカラーだろうね。結構でもどれでも合いそうや。え、全部かわいい。しかもこっちキャンドルもある。冬やしな。冬やしな。キャンドルのこの色めっちゃかわいいんですけど、黄色にブルーとか色使いがやっぱあれなんだ。うん、色使いがめちゃくちゃタイプ。俺の好きな靴下買ったわ。これは要チェックですね。あっちまでずらっとあるよ。ちょっと見よう。え、ワンちゃん？ワンちゃん。かわいい。めっちゃいいな。ここ長くなりますよ。お兄さん長くなりますね。これもギフトに嬉しい。うん、嬉しい嬉しい。小江さんは靴下にこだわりがあるのでね。やばい。見てこのマグカップ。めっちゃ可愛いです。ジャック。めっちゃ可愛い。ジャックじゃん。これなる？え、やば。顔。この隣のハートとかもさ、すっごい可愛い。これジュリア好きさ。これはお友達へのプレゼント交換するときとかにちょうどよくない？ポール・スミスのワンカップなんかめっちゃおしゃれやな。めっちゃおしゃれだよね。まだまだ奥があるんですよね。壁の色もすごい素敵。ダウンとかもあるし、お洋服いっぱい並んでる。かっこいいじゃん、それも。よく見るとストライプだね。めっちゃかっこいいねんけど。かっこいい。めっちゃかっこいい。っていうかこっちのセーターの色合いかわいい。カラフルでかわいい。なんかこういうさ、色鮮やかなものをメンズにも着てほしいんだよね。わかるよ。挑戦はしたいから。うん。冬を明るくしましょうということで。うわ、めっちゃいいやん。小江さんからじゃん。あ、柔らか。絶対気持ちいいよ。一枚欲しいな。わかる。これさ、外でももちろん着れるけど、お家でも絶対あったかいじゃん。お家で着たらしゃれてるの。しゃれてるね。ちょっと羽織ってみるね。どう？え、似合うよ。強くない？めっちゃいいじゃん。 M サイズやけどぴったりやった。本当だね。っていうか私の今日の服の色合いとちょっと似てるけど、ブラウンっぽく。めっちゃよくない？どう見えてるのかしら。気に入ってます。めっちゃ着心地いいよこれ。ふかふかしてる。カーディガンだから楽だし。大人やわ。もう大人なんで。ちょっと変わったブラウンも可愛くない？ほら。可愛い。あ、いいね。色使いが可愛いやっぱり。ちょっとジュリアも当ててみよう。あ、似合うよ。ちょっと大きめだよね。私より似合う。可愛いですね。ね。マフラー。マスタードっぽい色してるね。黒試してみる？黒は気になりますね。なんか内側がねダウンっぽい素材になってる。めっちゃあったかそうじゃん。こういうの大人やな。ちょっとやってみよう。大人なんですけどみたいな。めっちゃかっこよくて。めっちゃいいじゃん。いろんな服に合うやつ。すごいかっこいい。どうしよう。ちょっと待ってや。結構さマフラーするよね冬。めっちゃする。するよね。やっぱさ坊主だからさ首元寒いじゃん。おい。めっちゃあったかい。あ、そう。あとかっこいい。かっこいい。似合う。結構気に入ってますね。めっちゃあったかいね。あ、そう。撮ってます。後で見返しましょう。奥の部屋に来ました。こっちに行きますと、じゃーん、ネクタイの種類が豊富。学生時代とかさ、ポール・スミスのネクタイにちょっと憧れだった。憧れあるよね。めっちゃ今それを見てる感じ。すごい。スーツがいっぱいある。ここに座ってゆっくり選ぶんですね。あ、大人やな。大人だね。すごい落ち着いた空間でいいね。新成人の人。そうじゃん、成人式があるからさ、ちょっとかっこよく決めたい。うん、なんか色合いも紺、グリーン、シルバー、そうっすね、グレーとかじゃなくて、うん、おしゃれなこういうの。ブラウンとかさ、私目立っていいと思うんだけど、可愛くない？めっちゃ可愛いよ。可愛いよね。小林さん何着たの？スーツだった？なんていうの？衝動家って言われる。渋い感じ？派手な袴じゃない。うんうんうん。おじいちゃんの、着てた袴を着てた。あ、そうなんだ。うちの3兄弟全員それ着たから。へえ。あ、じゃあもう決まってたんだね。じゃあスーツではなかったのね。みんな悩むやろな、うん、一緒に見るのも楽しそう。ああ、それ彼女とか、うん、お母さんとかね。勝手にお母さんの気持ちになってしまいました。じゃあ2面図行きましょうか。行きましょう、行きましょう。2面図フロア行きます。この階段のところにめっちゃウォールアートが飾ってあってね、可愛いんですよ。それがまたウォールアート、アートウォール、ようわからんけどどっちなんでしょうか、どっちなんでしょうか。めっちゃ可愛くない？可愛い。絵のものもあれば写真のものもあって、これが結構ポール・スミスさんがご本人写真撮るのがすごい上手らしくって、で見てこれとかさ、東京かなとかって思ったんだけど、じゃあ本人が撮ったかもしれないのもあるし、これはなんか美味しそうなね。あ、美味しそう。見たくなっちゃう。それ額が全部違くてさ、おしゃれ。小林さんさ、額好きじゃん、うん、見ちゃうよね、ここに来たら。そうそう、なんかこういうのもいいねやと思った。2階からもじっくり見ることできます。来ましたー、リベンズフロア。これさっき同じ柄のニットさ、下に見たかな、レンズとかあって、うん、これさ、よく見たらお花の柄になって。あ、そうなんや、うん、開けたら見て、ブルーキーケースになってて、うん、ここは小銭が入るようになっていて買いやすそう、うん、そして隣のピンクもまあすごい可愛い。春の桜って感じ、うん、こっちにはイエローですね。イエロー好きな、イエローですね。はい、開けるとブラウンだ。かっこいいな。かっこいい、綺麗なブラウン。気になるものいっぱいあるんだけど。いっぱいあるよな、マジで。これさっき下にもあったシグネチャーストライプっていう、うん、めちゃくちゃ細かいストライプが入ってる、うん、ストラップ作れそうじゃない？ストラップ作れそう。うん、ストラップつきました。いいよ。可愛くない？結構ちっちゃいけどさ、奥行きあるの。なんかさ、派手やと思ったんやけど。馴染むよね。結構どんな服でも合うと思う。合うかもしれない。いろんな色入ってるし、ポロンとしてて可愛いの。これ可愛い、デニムに合わせたい。アクセントね、すげえいいね。ねえ、ちょいなんか派手だけど、派手すぎないみたいなのがすごい。お財布とかもあるじゃん。これ絶対使いやすい、三つ折り財布。これなんだ、メンズレディースこっちもいけるのかな。かもしれない。だって俺も欲しい。だって俺も欲しいもん。マフラーとかもあるしさ、おしゃれなね、色合い可愛い。見て、手袋、これいいよ。しかも見て、右と左で色が違う。最高。手袋欲しかったらそれだよね。これ可愛い、この渋いやつまた。え、これもよく見たらほらストライプなんだよね、うん、かっこいいよ。触った時にちょっとポコポコしてて、それがまたいい。肌触り、肌触りじゃない、手触りか。手触り好きそう。え、私好きな色だよね、完全に。ジュリアっぽい。このパープルとブルーとさ、こういうニット持ってなかった？え、持ってる持ってる。持ってたと思う。持ってます、この色。こっちも見て、暖色系も可愛い。これも好きそうやな。オレンジ、赤、紫とかも全部好きな色なんだけど、うん、ちょっと悩むな。絶対高いじゃんこれ、うん、このお財布のさ、色もさ、めっちゃ可愛いんだけど、うん、まあ、なんていうの、この空色みたいな、あ、中が紫、うん、ユニコーンカラーじゃない、それこそ。最近私たちの間でよく話してるユニコーンカラー。色が綺麗。見て、ユニコーンカラー。あ、これが噂の。かわいい。ほんとね、冬ってこういう元気出る色いいよ。結構でも薄めだけど生地感しっかりしてる。あ、見て、これ2色。これはめっちゃっぽい。え、かわいいね。うん、パープルめっちゃかわいい。大人。大人。水色。オレンジついてるけど、うん、あえて落ち着いたカラーだと大人っぽくなってよくない、うん、え、これさ、試着していいかな、うん、お、いいんじゃない。試着してきます。じゃあ、おお、めっちゃいいや。めっちゃ似合ってるよ。似合ってる、うん、それもかわいい。めちゃめちゃ似合ってる。あったかいし、かわいいし、うん、じゃん、この装丁の色もかわいい。ほんまや、おしゃれやった。おしゃれだね。もう一個着ろ。じゃあ次ね、 OK。 おお、ええやん。パープル、落ち着いてる色が大人っぽい。でめっちゃいいよ。なんか明るいとこで見たらすごい鮮やかに見えるよね。迷うね。ちょっともうこの間にさ、お互いにさプレゼントするもの決めちゃうじゃん。何にます？思いついた？いや、ちょっと考える。よく見とかないと。記憶をたどって考えます。僕が選んだのもあれかな。私がちょっと持っちゃってるんだけど、後でオープンしましょうか。うん、わー嬉しい、楽しみなんだけど、ね、じゃあ行こっか。今レストランに来ました。ランチを食べるんだけど、今ね注文してる間にプレゼント交換。じゃあ私からいいですか、小江さんにね。はい、こちらが私が選んだプレゼント。早めのクリスマスプレゼント。かわいいリボンがついてる。ドキドキワクワク。ね、いいよね。なんでしょうか。あ、見えたもん。わー。ちょっと待って、あれちゃん。あれちゃん。あれちゃん、思い出したかな。嬉しそう。かっこいいやつや。いいね。見てこのかっこいいやつや。私はねそれにしたの。これやっぱ可愛いなと思って。めちゃめちゃ可愛い。そう、色もね父さんっぽいし、中のグリーン。めっちゃっぽいよ、もうっぽい。でなんか小銭入れ欲しいって前から言ってたなと思って。めちゃめちゃおしゃれ。どう使えそう？めっちゃかっこよくない？うん、かっこいい。しかもめっちゃコンパクトだからよくない？これ最高。もう一個あるね。あ、そう、もう一個あります。ちょっとこれはじゃあ大切に。はい。もう一個ありまして、これもね、あれちゃん。あれちゃん、もう見えてる。ああ、出てきた。これはもう小江さんめっちゃ気に入ってそうだったからマフラーにしました。今日寒いからつけちゃう。あ、そうじゃん、帰りそう。いいじゃん、車まで。これはこれからさクリスマスにさ、まあ、お出かけする時とかもあると思うから、それで温かくしてね。せーの、ええセンスしてるわ。ここにそうロゴが。これがかっこいいよね。これもこれいいよね。そう、中がダウン生地になった。めっちゃ高いね。よかったよかった。めっちゃ俺っぽいし、小江さんっぽいし、どっちもブラックアイテムにしちゃったけど最高。クリスマスプレゼント。そう、早めのね、ちょっと早めなんで。いいの？いいですか？はい、私もじゃあ開けちゃいます。私の方は水色のリボン。浩平さんのとさ、袋の形が違うからさ、何が入ってるのか全然わかんないんだけど。え、何点ですか？先に聞く。2点。一緒じゃん。2点です。取ったら。やば、2点ずつ。いいですか？あ、これ私着たやつじゃん。あ、そうです。これね、大人っぽくって可愛いと思ってたんで。じゃーん。フリージの水色とパープル着た方のパープル。めっちゃ今の季節ぴったりじゃん。なんでこれしてくれたの？いや、なんかこの時期から着れるなと思って、すぐ着れるやろ。明日にでも着れる。あとちょっと落ち着いた感じがいいなと思って。大人っぽくなって。大人っぽいから。たくさん着ちゃう。これは着てや。ありがとう。さあ、もう一つあります。てかもう一つもさ、なんかモコモコしてる。もう一つはちょっと、あ、こっちかって感じやな。こっちか、うん、あ、やば。え、じゃーん、マフラー。これはもうまさしくジュリアって感じの色合いやったから。え、私すぎる。ね、え、かわいい。次はない。これ見た瞬間どっちの色も当てる2つあったさ。単色と暖色と、めっちゃ迷ったけど私は決めらんない。どっちも可愛い。でも小井さんはこれが似合うって思ってくれた時に、はい、これですよ。これちょっと巻いてみてください。いいよいいよ。2人ともマフラー選んだ。そうやね、そこちょっとかぶっちゃって。面白い。めっちゃ似合うよ。ここの青が最高や。私の好きなタイプの青めっちゃいいよ。しかもね、グレーも今年ハマっててめちゃくちゃ巻いて帰ろうかな。あ、いいやん。俺も巻いて帰ろう。触り心地も最高だし。最高、ね、長さも最高、ちょうどいい。ありがとう。でも本当にさ、ポール・スミス、私、自分のさ、お父さんにも買いたいアイテム見つけたし、あったね、楽しかったよ。じゃあ、ご飯ももう来たので食べましょう。はい、美味しそうすぎるんだけど。こちら、浩平さんの何種だっけ 7種の前菜プラスサラダプラスパンプラススープセットです。すっごい美味しそうで、私もサラダセットがついてるんだけど、こちらがズワイガニのパスタです。このさ、ここ豚が美味しいらしいんだけど、このね、豚肉に粒マスタードが乗ってるのめっちゃ美味しそうだな。そしてね、スープがめちゃくちゃ美味しかったね。めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ濃厚で美味しいズワイガニトマトクリームパスタいただきます。めちゃくちゃオイル系のパスタと迷ったんだけど、こっちにしてみた。いただきます。うん、ズワイガニが広がる。おいしい。なんか久々にカニ系のクリームパスタ食べた。オイル系っておいしいね。ここおいしいよ。全部おいしい。さんのおすすめのカプチーノの飲み方は、食べ方か。カプチーノ食べ物やから、上のクリームにお砂糖を振って、まずその上のクリームを作って食べるのが美味しいらしいです。じゃん、早速2人とも使ってます。今日のピアノにぴったりやった。本当にちょうど私たちはマフラーが欲しかったんです今日欲しかった。今日欲しかった。ぴったりすぎてちょっとびっくりしてるんだけど、早速プレゼントを使ってるという。寒くなると思うからな。本当に寒いもん。はい、お家に帰ってきました。今日はね、浩平さんと一緒にポール・スミスでクリスマスプレゼントをこう交換し合ったんですけど、なんかちょっと早いクリスマスプレゼント交換でめちゃくちゃワクワクしました。お互いに秘密にしてプレゼント選ぶのって楽しいね。楽しいし、何をもらうかドキドキワクワクする感覚が私的にすごいね、好きなので、ぜひ皆さんもこれからの季節、丸の内もね、夜にはねイルミネーションで綺麗になるので、ぜひご家族や友達やカップルでね、イルミネーション見ながらポール・スミスでゆっくりお買い物してみてください。今日の動画を見てね、これいいなって思うようなものがあったら、概要欄にねポール・スミスの URL を貼っておくので、ぜひそちらから商品チェックしてみてください。ということで、次の Vlog もお楽しみにしててください。バイバーイ。おやすみなさーい。